こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの大変人気のオールドレンズになりますね。ライカズミルックスの 35mm 第2世代になりますね。はい、しかもその中にかなりレアなモデルになります。この無限ロックがついたモデルになります。ご覧のようにズミルックス 35mm、カナダライツ社製のレンズになりますね。はい、シリアルが2290682ですので、1967年ですねのズミルックス、カナダ社製 35mm ということになります。はい、ズミルックスのですね、この 35mm のかなり早い段階のレンズはほとんどがこのライツカナダ社製になってますね。はい、ということで、外観から見ていきたいと思います。外観はうっすらとですね、まあやや経年感、使用感が見られる感じですが、目につくひどいですね、すれあたり、へこみといったものはないですね。はい、ご覧のようにこういうところにですね、どうしてもこの塗装の摩耗が見られたりとかですね、まあこういう程度でひどい塗装の劣化とかですね、文字の消え落として歪んでしまったりとかですね、どこかに強くぶつけたり擦ったりしたような跡は見られないです。マウントも綺麗ですね。はい、強いて言えばこういうところに、塗装のまあ、もが見えるかな程度ですね。まあ、全体的には大変綺麗な状態だと思いますね。はい、この、無限ロックがついているレンズが非常に少なくなってきてますんで、非常に希少なレンズになります。はい、でレンズですけれども、こちらはですね、大変綺麗な状態ですね。前玉後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離山もなど見られない状態です。はい、大変綺麗な状態ですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れとかですね、コーティングの剥離、摩耗は見当たらないです。はい、バルサム切れとかホコリチリの混入も肉眼でもほぼほぼ見えませんので、大変綺麗な光学状態キープしてますね。はい、絞りの状態も非常に軽快で調子がいいです。油の乗り、羽の痛みないですね。ピントのヘリコイドももちろん滑らかに一定のトルクで動いてまして、グリスの切れ、グリスの劣化など見られます状態です。無限ロックもきっちりと気持ちよく効いております。はい、レンズ綺麗ですね。はい、ご覧のように大変綺麗な状態の、調子もいいレンズですので、このままもちろん使っていただいて大丈夫なんですけれども、末永くですね、念のために、念のために末永く、調子よく使っていただくためにですね、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、格安にて受け負わせていただきます。はい。付属品がリアキャップと、はい、こちらのフロントキャップになっております。はい、ということでですね、現在大変レアな状態になっておりますズミルックスの 35mm、無限ロック付きの第2世代になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。